預金者というんですね。それは自分のお金を預けるだけ。それと同じようにここにも預言者ということが使われていますけどね、この4つということがね、これは前もって話するという意味じゃないの。でそれ今ありますけど、それだけではなくてね、神様の言葉は現在でも未来でもね、過去にも全部いろいろ語っておられますからね、そういう過去のこと、自分の将来のことだけではなくてね、もう自分のやってきたことね、それから今やってることに対してもね、いろいろ神様はいろいろ評価されますね。だから神様の言葉を預かっているということはね、さっきの将来のことだけを言ってるんじゃないということで、神様はもう預言者という、これ2つの言葉があるからね、よっていうのにね、よという言葉でね、このページというのが書いてあるでしょ。これは神様の言葉を預かるという。だけどページというのが入らないと、あらかじめ語るんですからね、天気予報という感じでね、将来のことを予知するというか、あるいは占い師ね、占い師に相談したらいろんなこと言ってくれますけど、そういう占い師に語るようなことが預言者という、そういう言葉を使って、預かるとね、先のことを、将来のことを語るという意味違いますからね。これはなかなかこの漢字をね使うのは難しい、ね、それでこの構成する人にはね、この預言者という聖書で出てくる預言者っていうのは原稿の何回も持って言いますとね、ピキポンって言ってね、それであらかじめ語るという、この古い時代が監視解約でね、構成しなさいって言われてしまう。そうじゃないんです、あくまでもこの預かる方の難しい、このややこしいというか自覚の多い方をね、私は書いてるんですというふうにね、あらかじめまたその、この、ね、構成する人がね、チェックする人にね、そのように言わないから、そういう気なんですね。ところがこの、ね、字についてね、よう知らん構成者もおりますからね、そのことを説明せやしないとね、昨日この間もある女の人に、誰かね、女の人にこの件修法の構成をしてもらったかな。それでなんだ、なんとかいう字がちょっとこれ違うんじゃないですかね。記念か。ね。去年、昨日か。いや、おとついは、海南記念日と。ね。今から十何年前か、20年前なのかな、愛媛
水産港、愛媛県のあの漁協来とって、あの辺から、あの辺の生まれの人がね、珍しく今日は出席しておられますけどね、宇和島だ、宇和島港、ね。 スーパー島水産港、ね、そこであのハワイまでその船でなんか行ったらしいな。そうするとそういったところのちょうどね、アメリカの潜水艦が潜ってたわけやな。それでね、中線で上がってしまう、浮上したわけやな。その結果その船がね、ひっくり返ってのっとってね、 それで9人が死んだな。そういうことあの上でね、その海難事故、海上の関して、いろんな事故がある。それにして、その記念する日であるという。記念言うたら、あの、 覚えるに念というか、振り返ってね、記念日という、そういう日という日なんだというんだけども、そういう日じゃないんだけど、その記念、覚えて、それを祈るというね、そっちの方を書いてあって、そういう日なんだという、そういう海難事故が起こらんように、あの、 みんなで祈りましょうというような感じの日だという、ね、そんな感じの記念という時がありました、日がありましたね。いろいろね、あの漢字、いやいつもね、あの多いんですよ、賛美もね、賛美もね、もうなんとかこの平仮名ばーって書いてんだけどね、これ漢字にしてほしいんだよ。 漢字すりゃいいんだよな。ひらがなその意味がわからんね、意味を間違えてしちゃうってるという、だから漢字にしてほしいって言うんですけどね、漢字にしたらまだ読まれへん人がおるわけやな。<笑>ね、だからね、格好つけてたらいいわけやな、読み方をね、うん、そういうね、一つ工夫してね、あの ちょっと工夫することも必要なんですね。まあ他にもいっぱいいいことあるんですけどね。まあ、なんでね、まあ、戻りますけどね、イエス様が故郷で帰られたわけだな。イエス様も故郷があるわけだ、ね、ガリラヤという、 イスラエルという国の、まあ、ガリラヤ地方、ね、行かれたわけだな。それは自分の生まれ育った場所やな。いや、生まれたところは別のところなんだけど、ほとんど育った。その、そこの地方に行ってですね、また、大勢の前でね、話をされた。 するとね、イエス様についてはね、みんな期待してたわけやな。すごい人が現れたというね、ものすごく奇跡を行って、病気もどんどん治るというね、できてもらいたいと思ってね、それで読んだわけだな。そしたらね、いろいろイエス様の 言われるね、説教されることを聞いてておりましてね、何やこれはというのががっかりしてしまった、腹が立ったという、そういう人たちもいましてね、そんなことがありましたからね、みんながっかりしてしまったというのがあったりして、一つも奇跡が起こらなかった、病気が治す人おらへんかったというね、よその地方ではどんどん病気が治ってね、
奇跡が起きてるのですね。ガラピューであの中での村、村、自分の生まれ育った村ではね、何にも起きんかったというね、これは何でだろうというね、こうそういう原因を考えてみようという、今日はそういう時を持ちたいんですけどね。なんで、よその地方では何か起きたのに、もかかわらず、地元、イエス様もみんな知ってる、子供のとこからね、いろいろ遊んだ仲間、親しい人だ。だからもう、イエス様のことみんな知ってるからね、大歓迎であると、で、しばらく話を聞いたら、あんまり、感動できるような話じゃないと。それで、だんだん腹が立ってたことですね。そうすると、やっぱり雰囲気がおかしくなってるわけですからね。奇跡を、信仰って今働かないんで、奇跡は起きないんですよね。いやね、場合によってはそれ、信仰全然ない時にも関わらずですね、奇跡が起きるということもありますから。だけど多くの場合はね、信仰を持った人たちの間でね、奇跡というものが起きますね。雰囲気というかな、そしてその信仰を持った、なんで信仰かな、なんで信仰が違うのだろうかというね、疑問がありますね。神様やったらね、もう何でもできるのは神様だからね、信仰のない人にも信仰を与えるのは神様じゃないかという人がいますね。信仰あまりない人、そういう人にも優しく信仰を持てるように指導するのは神様じゃないかというね、全部その神様が全部仕事であろう、私は何にもせえへんというのね、そういうふうな感じで、もう棚ぼった式にね、もう棚ぼったか棚の上からボタン文字が落ちてくるみたいにね、もう神様の念をいただけば出るもんだというふうに考えてる人もいるんですけどね、まあ、そういう、なんか声聞こえてきた、なんか携帯でもびっくりしましたね。なんか奇跡というのね、まあ信仰とともに起きる。なんでそういうのかいうと、神様は私たちも神の子供として立てられてるんですね。だからね、神様の子供ですから、私たち人間はね、神様の子供だから、私たちの意思も、私たちのそういう思いも、重んじられて大切にされるわけですね。だから私たちの信仰を持つということはね、その神様に同じような気持ちになったときに起きるわけですね。私はあんまり信仰ないときはね、もうあんまり奇跡が起きてほしいなと思って、私たちは神様の子供ですからね、神様に、ね、ちょっと近い、ほとんどもう非常に近い神様の子供ですから、ということはその意志があるわけ、意志、奇跡が起きてほしいと思う人、あるいは起きてほしくないと思う人、そういうことをその神様の子供ですから重んじられるわけやね。
あんまり起きてほしないと思ってる人にはね、その神様の子供としてその意思を重視されるわけや。だから無理やり奇跡を起こしてですね、それなんかされようという自分ならであったらね、神様の子供であることを無視することになりますからね。そうでしょ、私たちは神様の子供だ、人間は神様の子供なんです。だからほぼ神様と同じような、ね、全知全能とはいかないけども、その全知全能の神様に非常に近いものだということを思いな、考えていかんわけやな。だから本当ならもう神様だったらもう完全にね、もういろんな何でもできるんですけど、何でもできるし何でも知れる、知ることができる、ね、自分の思うとおりになる。神様の子供というか、まあ、まだちょっとその幼いというかな、まだ未熟であるというか、そういう段階のことなわけですからね。だけども神の子と神の人の子ではなく神様の子だから、神様の持っておられる、まあ、未熟だけどもそういうものもあるわけですからね。だから奇跡が起きるわけです、ね、だから私たちがそれを考えないといけないわけ。だから奇跡というものは、ね、起きないと思ってる人はね、やっぱり起きないというふうにされるわけや、ね、わかるかな、ね、だから神様ってのはね、もうすごいよ、すごいことなんだよ。奇跡は絶対神様を起こさされるんですけど、力を持っておられるんですけどね、その神様の子供の意思を重んじられる、その思いを重んじられる、大切にされるわけね。そういうことで信じないとね、何も起きへんということになってしまうわけね。神様は奇跡を起こそうと思っているのがおられるんですよ。だけどそんな奇跡なんか起きてほしないと思ってるね、人の気持ちも、じゃあ気持ちも無視されない、気持ちも奇跡を起きたら困ろうという、そういう思いがある人には起こされないなというね、そういうところがあるわけですね。わかりますか、今話してること。ですからね、信仰が強くなんです。いろんな神様の御業が現れるためにはね、信仰が必要でしょ、ね、それは今何で回答文に何度か何度も言いますけどね、私たちの思いというものを大切にされるわけだ、ね、だ思いを無視されない。それで神様はね、神様なんだったらね、人間が望まなくてもね、奇跡を起こされるはずやと思って、そういうもんじゃないわけ。分かりますか、私たちは神の子であるという、神の子であることの意味を大切にされる、ね、それで今この故郷の流れというところに生まれて育ったね、ここに帰られた時にね、噂で聞いたらね、それはすごい苦労されるというんですからね、まあ少しは信じる気が起こってきたんだけれどもね、姿形を見たらね、もう昔のね、もう子供の頃に遊んだね、ことを思い出されるんだよね、やんちゃな子供の時代を思い出されるね。そうすると、あ、これもこのイエス様という偉い人もね、ただの人間ではないか、ないやないか、ただの人間だからという、尊敬の念がいっぺんに薄られてしまった。
一緒に悪いことしたじゃないかというようなね、やんちゃしたじゃないかというようなね、そういうようなことを思い出さるというね。そうするとね、尊敬できな、できなくなるわけでしょ。そうするとね、奇跡は何も起きない。やっぱり尊敬しなきゃね。あれは期待しないとね、奇跡が起きることを期待する。で、イエス様の言われることはね、なんか、このエリアの時代の話な、ザレパトの嫁の話さ、あるいはエリシャの時代にはシリアのナーマン将軍の話されますね。この人はね、全部ね、ユダヤ人ではないわけですね。その人たちに、ね、神様が望まれてですね、働き、まずは素晴らしい働きをされたというね、話をされるわけです。この当時ね、故郷の人たちが、この、ね、シドン地方のザレプラの本命という人たちが、ね、軽蔑して、ヤムメタ人たちは、そういうヤムメタであるということも、どっちが言うと、軽蔑されたという、そういう風潮があったらしいですね。まあ、今でもそれは、ちょっと軽く扱われるという、残念ながらね。そういうところがあるようにね、ナーマン将軍の人やな、これシリア人っていうね、つまりユダヤ人じゃないわけ。だから違法の民っていうのは、彼らは今日の子たちは信仰のない人だと思ってる。そのところなんか、まずむしろ神様の働きが起こったっていう、そういうところでもちょっとね、なんか納得がいかないというのがあった、ね。他にね、イエス様はいろんなことを言われてたと思いますよ。まず、イエス様はね、どない言われたかというとね、悔い改めるということを言われたな。イエス様の伝道の最初の言葉ね、どうかあれあったでしょう。イエス様の伝道の第一声、福音を信じる。ここではお前たちねえか、え、ヨハネの福音書か、いや、洗礼者ヨハネが、いや、洗礼者ヨハネが言ったんだよね。その洗礼者ヨハネがね、そのイエス様の働きが起こる、その前にね、ヨハネが言ってるね、悔い改めの伝えるというね、その悔い改めをいうことはあんまりね、好きやないんですよ。イエス様を信じる前にね、その悔い改めてイエス様をお迎えするという、そういう気持ちね、悔い改めて、この
まあ、バプテスマのヨハネのね。あ、あったよ。え？マルコの一章の15。マルコの一章の15か。うん。時は満ちた。神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。イエスは伝道の第一声やな。最初の言葉ね。神様はもう信じて救われるためが必要なことは、まず絶対に必要なことは悔い改めるということですね。家を建てる場合にね、いきなりね、どんなとでも建てられるわけじゃないのね。家を建てるためにはその前に地固めをしないといけないね。お客さんが家建ててるとられるのを見たことあるでしょ。で準備したのやな。家を建てるためにデカボコの土地では家建てられないからね。あるいは地盤の緩いとこね、しっかりと地面を固めてね、それで石を置いてね、土台のなる石を置いて、その上に柱を乗せるとね、どんなところでも家建てられるわけ、建てられるわけじゃないね。それは分かるでしょ。何事においてもそうなんですね。まず準備のが大事だな。何かをする場合にね、準備しないでね、いきなり成果で、できこない、ね。できる人もまあ、さあ、おってかもしれんけど、最初からもう地面がカチカチのね、コンクリートで固めてあるところなんだと思うかもですね。特にビルディングなんか建てるのはね、大変ですよ、ビルディング。上に建てると同じぐらい地面を掘らないからね。ね。それでしっかり建物が建てられるわけや。ところが地面を固めないとね、建物を建て捨ててしまうとね、立ちどころで固めてしまう。ね。傾かないようにしっかりと地面を踏んづけてね、それで家を建てるための準備をしなきゃいけない。段取り八分か、なんかいう言葉があるな。段取りもちゃんとしてたらね、その後のことはちゃんとほとんどできたと思うんだけど、その段取りはね、段取りでね、その準備はね、おろそかにする人はものすごく多いわけや。ね。で、それ何も準備できてないのにね、やりましょう、言ったってね。ね。いきなりはできない。ね。まあ、その大きなね、工事であればあるほどね、準備いうのは大事ですね。イエス様を受け入れるためにはね、その準備が大変難しいわけや。で、なんで難しいかというとね、その幼いところのイエス様のことを知ってるわけだからね。それがどうも災いする。ね。神様の言葉を聞く前に、ね、人間の言葉で災う。人間にその、言葉というか人間の考え方というか、そういうものがいろいろ人間の思いがね、災いをするわけよ。キリスト教会にね、来る前にね、教会に来たらもう、それは来ないよりはいいんですけどね、準備をして教会に来ないとね、心づらいかもしれない。まあ、話を聞く、まあ、牧師の話、私の話をね、
기도는 내 아담 하나가 이빨에 하이드로네 한 마리 하이드로네나 그럼 뭐 도토가 나이더네 아 그럼 고소 물어서 고소 네 아로 교화 고소 드세요 고소 만나세요 또 바이네 하나 이빨 붙었다라네 고소한테 고소 나라네 何も美味しいものを食べたんですよね。なんか美味しくないんだよね。だって腹いっぱいなさんね、もっと食いなさいよ。これごちそうですからね、食べましょうって言ってもね、食えないんだよ。とっても美味しくない。腹が減ってないと。そうでしょ。もうすでに満杯です。 ね、あの、自分の生まれ育ったね、その、灘の村へ帰ってきて、懐かしいなという様も生まれたでしょう。村の人たちもですね、非常に久しぶりに会ってね、よう来てくださいました。非常に懐かしく思ったと。そこで話されることはね、自分たちが期待してる、 してたと思う期待してるような話されるのか、全然違う。イエス様がお話しされたことはね、もう神のごとく救い主として来られましたからね。それまでの普通の言われることはね、言うことはね、人間の考えなんですよ。ね、今日、なんだ、門前さんか、お迎えに東川湖まで行きましたけどね、ちょっとその行く途中に、朝起き会の集まりとかあるわ。ね、この朝起き会に、 10人か20人おばちゃんとかいっぱい出会ったことはありますけどね。その朝起きの人たちがね、どういう考え方しておられるのかというとね、朝からね、みんな要するにね、一日一善というか、そういう考え方。 良いことをしようと。ね、したら良いことがあったら朝から良いことをしよう。普通の人は寝てる時からね、もう早く起きる。もう早く起きることから始める。というね。普通の人間の考えですね。それで、お父さん、お母さんを大切にしよう。 ご先祖様をね、大切にしよう。当然仏様に手を合わせるというね、もうみんなが尊敬しているという神社や、あるいはお寺にね、お参りしましょう。ご先祖様に手を合わせるという、よりそのそういうことを重要視する。 そんなもん、そういう、自分のお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、その上のお父さん、お母さん、ね、その上のね、お父さん、お母さん、その上のというね、そういう先祖を守ってこそお前がおるだろうというね、言われてしまったね。 それは先祖を守ったからお前はおるじゃな。ね、それを無視するか。なんで手合わせるのか。あそこから手合わせる。そんなこと言うの人間が当たり前のことじゃないか。それは当然、無視することだ。とんでもない間違いであるというね。犬の猫に等しい。もう人間であるのに、大切にしなければ。というまあ日本人の
多くの人の考えやろな。それと同じなことをいつも言うわけやな。昔の考え方だな。それをね、朝からね、すごく言うわけですな。またそういう方にね、あのような、まあ、なだれの村もね、過去はもう同じような風土やな、あったんだろうな。そんなことをイエス様もおっしゃるんじゃないかなと思ったらね、そんなこと一つも言われへんと、ね。それからしてあんまり面白くなかったと。そして悔い改めなさいなんて言われたからね。悔い改めるっていうのはね、要するにね、自分の罪を認めるということなんですよ。ね。あんまり罪を認めるなんて、すぐな人おれへん。え？いや、お前今までやってることの来たことです。素晴らしい。ええこといっぱいしてきた。素晴らしいな。褒めてつこわす。というようなね、ような話をされたら喜ぶけどね。お前はろくなことしなかった。ね。悔い改めて明日から。ね。親孝行をしなさい。ね。みんなのために、自分のことだけじゃなくて、みんなのことを考えましょう。というね。もう考え方、根本から変える。ね。そんなこと言われて、あんまり面白くない。はあ、どうですか。まあ、今度通常の話で言うと、まあ、アメリカの大統領の話しようか。ね、トランプがね、大統領になったという。あの、なんでどれ、どうして大統領になったかというと、あのアメリカの人たちが喜びそうなことばっかり言うと、ね。ね、貧乏な貧しいのは日本人のせいや。アメリカの車が外も売れへん。ほら、日本の車がどんどんアメリカに入ってくるから。ね、だから、ね、あのアメリカの車が入らんようにしよう。ね、入らんようにすることは関税をかける。ね、100万円のね、車を買おうと思ったらね、200万ぐらいですよね。買いたい人は200万ならかかってよろしいというふうにしてしまう。売れへん。ね。日本の車は売れへん。ね。そのでしょう。関税をかけるって、ね。今まで かけなかった。かけちゃおう、ね。やり方をしようっていうね。いや、日本の車やアメリカの車に比べてね。昔はですよ。アメリカの車は非常に良かったんですけどね。今は日本の車でよっぽどいいんですよ。大体油っこはないんだよ。ガソリンも少ない。全然怖いんだよね。だからアメリカの車はね、ものすごくガソリンを食べるわけや。ね。そういうね、そういう、ものすごく大きいんだよ。ね。大きい。日本の車は小さいくらいだね。もうガス、軽が中心だからね。大きいからね、その分ね、あの、大勢人は乗るけどね、ガソリン食わな。小さいやったらね、その分、あのガソリン食わないでしょ。うん、それからしてもね、あの、日本の車は優秀なんだよね。故障は全然しない。アメリカの車は故障ばっかりになるというね。ね、それで故障してもね、あの、交換する部品がないっていうね。アメリカから持ってこないということでね、また故障したら大変なんだというね、問題もあるわけや。あるぞ、ね。だからアメリカの車は売れへんという。そのしかない。ね。そういうのことの、みんなあの、トランプさん、日本とアメリカの車に乗ったことがない。比較したことがないという。だから、それ知らんもんだから、適当にええ加減なことを言ってる。トランプさんみたいな何も知らない人が、アメリカ人が多いからね。うん、
明が、ね、あの問題であるというの。でもそうだそうだいうふうにね、人に現れる。そうするとお金のことになってくるってね、わかるでしょ。だからみんなが喜べるそうなことを、その何だねんの村でイエスさんが言われるのかと思ったらね、みんなが今日のね、あの腹立つようなことを言われるんだよ。そういうの期待で話してね、もう出て行ってくださいというね、ことになってしまったということですね。うん、案外、あの、親の父や母がね、クリスチャンであると。子供もできたら信仰を持ってほしいと。子供はあんまり信仰を持たないんだな。なんでか言うとね、あまり短すぎてね、難しくなってましたね。あんまり全てその何も親の親の言うとも悪いとも全部分かってしまうからね。あんなお母さんとお父さんになりたくないってね、そういうね、お母さんなんかね、見られてしまうというか、ね、模範的なね、クリスチャンになればいいですけどね、どうもその、模範的なクリスチャンでないようなことが示してしまう。だから、2世っていうのは難しいな。昔、あの堀林さんという人に、あの息子に出会われた2世牧師だな。第2世の牧師、1世の堀林劇場なんか、劇場だから、清流先生は偉い人だよな。その息子さんの堀林の誠が、何だっけ、その人に出会った時に、私は2世です、ね、その子供です、2世は偽物であるって、ね、そういうふうに言われてしまって、2世牧師って、ね、偽牧師って言ってね、ね、偽物って、ね、そんな傾向があるんだけどね、言うて、ものに言われましたけどね。まあね、牧師なんだろう、ね、伝道者の子供もってのは難しいね。まあ、会社の経営でもね、同じなところありますね。もう時間ですな、ね。ちょっとね、自分の子供にはあまり厳しくできないこともあるしね、本当の信仰を持ってもらうためで、で、出て出ろというのね、言うてね、それで絶対出るという、だけど親が言うから出るんだというね、ことで、長いことして、そんな感じで出ておりますからね。年月を重ねたらね、本物になるかというとあんまりならなかったしね。信仰っていうのはね、やっぱり人間のね、与えられるもんではないね。神様が与える人というものだね。なんぼ親がどんな偉い牧師さんであろうかね、その信仰というものを受け継ぐことはなかなか難しいですね。まあ、そういうので、親は立派な信仰を持っていてもね、まあ、子供もというのはね、まあ、もう立派な信仰を持てないという、ね、そういうことになってしまう、どうしてもなってしまうというね、ところがありますけどね。まあ結局神様のが導いてね、信仰というものを与えるというところがありますね。いやー、こんなこと尋ねる人があるんだからね、あんた何仕事してるんですか、牧師の仕事してる。ね、あんたのお父さんも牧師ですか、言えそうではありませんってね、びっくりすることがあるよね。お寺のお父さんと同じようなもんで、ね、
子供で牧師の子供であったから牧師になるわけじゃない。ね、坊さんやったらね、もう子供で坊さんの子供は坊さんになれる。神主の子供は神主になれる。牧師の子供はね、牧師にちょっとなれないところがあるんですよ。なんでかというとね、説教しないから、ね。説教するの難しいんですよ。ね、そうでしょ、ね、目の前で話したからせないから。坊さんやら神主さんはね、信仰なんか全然なくて、書いてあるものを読んだらいい。で、ああ、もう、またお笑いしとったらいい。ね。過去だけしとったらいい。ね。何でもできる。ある意味で何でもできるというね。そういうところがありますけどね。はぁ、ね、これは、神様はどうか、今日も信仰を移ることの難しさを学びました。神様が安住でくださる時に初めて信仰を受けます。そして、神様の手段の中に、私の手段を探しているときに、神様の栄光を見ていただきます。とか、嫁さんが、ここでは上回れないという、この言葉を今日も学ぶのを見てみましたことを感じています。本当の信仰を、その伝統ではなくてですね、そういう親がやってた、先祖がやってたではなくて、自分自ら神様と出会う、そういう信仰を持つことになりますよね。イエス様のお願いによって感謝しお願いいたします。はい。